問題です。令和チャンネルはどうしていつも試合に負けているのでしょう。さあお考えください。お、視聴者さん早い。それでは回答オープン。下手だから。下手じゃねえよー。俺はな、言うとうめえんだよ。でも負けるんだよ。それが何かわかるか。そうだ、シュートが入んねえからだ。ちゃんと攻撃しても最後のシュートのところで音楽発表会やっちゃうから点が入らず負けてきたんだ。チンポは毎日点が入ってるけどな。かそしてそんな悩みを抱えてから途方に暮れていた時、俺の前に救世主が現れた。それがこいつだ。ジュンヤー鈴木最後。なんとこのジュネス鈴木、シュートを14、脚力11上げることによって決定力、プレスキック、カーブ、キック力全てが101のシュート絶対決めるマンに変身させることができるのだ。ちなみにこれベッカムをもってしても到達することができる領域だからね。この先言うとね、一番シュート上手い人間は誰ですかって言われたらちゃんとジュネス鈴木って答えないと手上げないからね、マジで。でもスキルがね、ミドルシュートぐらいしか使えるやつがなかったから、このアウトスピンキック追加してこう右側右足からカーブ101シュートも狙っていこうと思います。もうストレートよし、カーブよしだからね、やばくない？野球でいうところの、あ、野球知らないこれ。ということで早速ジュエス鈴木右側に置いて、これでポン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 バーンってやっていこうと思います。いくぞ、うおーレッツパン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 成城石井。で、今日俺はジュニア鈴木を使う上で狙いたいことがあって、それが何かっていうと、ゴールラインスレスレのシュート。もうね、ゴールラインスレスレからシュートを打ってから、その場合キーパーに友情コンボを誘発させてシュートをぶち込むっていうとんでもない技があるんですけど、それ狙いて！だからジュニア鈴木がこっち行ってからこうやってシュートを打つことはあるけど、こっち走ってってクロスと見せかけてそのままシュートを狙っていくみたいな、そういうことをやっていければ、すごく嬉しいんだけど、できるかどうかは、わからねえ。こんなこと言いながら実際できたこと本当にないから。甘える！チャラノール！助かるっすね。ここはスリバでしょ。まずはリベリ使って、さすがにトッティ抜けてるからトッティ使って、トッティで行くと思わせて、ジュニア鈴木やーちょ、待って、打つまで遅っ。やばいって、ボールコントロール数値のなさが露呈してるってガチで。いや、困った困った、モドリッチ。あ、ナイス。もともとサイドバックですから、こういう高い位置のディフェンスの定評があると思われたが。まあでも攻め方としては正しい。左側から運んでいって、で、ここでモドリッチ落としてビトナリーパスで加速させたジュニア鈴木は、そのまま、持っていく！そうだ！で、離れちゃう！クロスが来る、そう思わせといて、シュートを狙っていく。ゴルフの一打目みたいなシュート飛んでった。あ、やだ、危ない。ちょっとサイド行こう。あー、レイニードだけ持ってかれた。やめて。あー足からボールがパチリで離れちゃう。なんか毎回チャルハノール出た。この見事なマトリックスね。で、ここリベリー、こちらでしょ。あー、間違いない、こちらでしょ。で、ロードリーじゃ読めない、このパスコースをな。ジュニアだよ、おい、ちゃんとジュニア鈴木にボール渡せって。あの人にボール渡したやつればシュート決めてくれたから。生まれそうになってる、ね、なんかその妊婦をさ、なんか適当に渡しちゃうみたいな。先生に、先生にちゃんと渡せ。来た先生、決めてく先生。帝王切開がまだでしょうが。いや、期待はしてなかったけど、思った以上にボールタッチがでかーい。でもボールが運ばれてくる流れに関してはいい感じだから、あと、もう打つだけ。当たり確定のガチャ引くだけなんだから。ここは一気にロングカウンターやらせてもらうぜ。落として、ウォーカー、ウォーカー？ジュニア鈴木じゃねえのかよ。いや、さすがレオーン！オン、オン、オン、オン。でもね、あー、まじ、それはスナイデルで、ありがとうございます。立てます。落として、ジュニア！走れ！行け！こっから決めちまえ、俺は！どうだ、この野郎！このような角度のないところからシュートを打てば、ゴールには弾いくことしかできない。そのシュートのキックが101で、俺はアウトスピンキックを持ってるから、カーブ101、プレースキック101を駆使して、決める。はぁ！入れねえ、俺！ある！あぁ、やったやった！え、なんで入ってない、なんで入ってんや、入ったっしょー。鈴木ゲーだー。今マジで、でもジュニア鈴木の2プレイだけでさ、点取ったくね。おいおいおい、やっちまったな本当に。ジュニアゲー始めてた、ジュニアゲーマジ新しいだろ。ドリン、お、ぶなこ、セビライネ、最後もらったしょ。ジュニア来た。だが一人で行くことは厳しい。間違いない、ジュニア鈴木は自分の力を知っている。だからこそ冷静になれる。スリーバス、デビライネ、ボールを持った。ここはさすがになんか、さすがに。ははは、コーナーキックをゲットしたということは、貴様を知るということだ。この強烈激烈アウトスピンキックに眠れと見せかけて、ショートコーナー発動させて、手前の握りボールを渡し、あ、ちょっと待って。あ、間違えた。あー、シュート落ちたかったのだよ。あー、ジュニア鈴木チャンス、打てー、うん、うん、見てよ、よっしゃー。これどうする、みんな。いや、手前だろ。
もらった。いいってばじゃまシュート打つまでが。お前そう、亀仙人の亀仙人やめろよ、マジで。もうシュート打とうと思ったらクロスけちゃってるもんね。自分流してるもん、俺、ロドリ。なあ、お前、お前もともとディフェンダーだ。ちょ、違う。あー、だるい、マジで。やったー、昇格だー。ちょっとやれよ、お前、おい。勝てねえよ、下手だからじゃねえかよ。お前ガロンドロフかよ。シュート打ったら絶対コーナーキックだになんなり変えてくれるけど、シュート打つまでが遅えよ。ボール置いてる時だけデイビッドベッカム、それ以外の時陸上選手みたいになってたから。飲むぞお前、シュートとシュート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 。お、これ結構サイドに余裕ありなんじゃない。お、40分間これまで見たことないぐらい沼ったんやけど、大丈夫これ。なあ、今日の動画問題なさそう。ウォーカー運んでって、いや、この状態で順位続き危ないよ。違うよ、ここでこう、ここでこうで、ここ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 でやりたいんだ。ここで行かせてくれ。では終了。もうどんな形でもいいから順位の差付でシュート打とうよ。普通のシュートもさ、他人のインパクトシュートの3倍ぐらいの火力あるでしょ、普通にね。うん、順位の差付。一回デブライに渡してな。いや、もう行くか。もう行って、うわおおこれ今若干アウトスピンのカーブがかかる。うわ、じゃあキーパー触ってんじゃん。待って、これコーナーキック、右足決めるっしょ。いくらの、ちなみに数値とか聞かせるという意味を。89しかねえんだ。そうなんだ、おもろ。だが能力者嘘つかねえ。行くぜ、俺には培ったシナジーがあるからな。入った、行け。うわやばい、ベッカム超えた。ジュンヤ鈴木、マジで自分の力でシュート打ってゴールキーパー間違ってコーナーキック出れて、そのコーナーキックを直接ぶち込んじまうお前、お前鈴木純也月、あ、なんか決められてる。俺このコーナーキックを直接ぶち込むという行為に24時間費やしたのに、純也鈴木2試合おい、やばすぎ、やばすぎるだろ。取り返してほしい。いけ。ああ、ちょっと待って、打ちたいのに一発一発がマグナムすぎる。おら、ちょっと待って、仲間打ってどうする。さすがにビジャ、あ、フリーキックください、フリーキックください。だよ、結局よ。まあでも、まだ、あ、いっかおい、見ようぜ、先ほどのとんでもないコーナーキックから直接シュート。これ49分のこのシュートよ、ここで全てが始まった。でって、これ枠飛んでるよな、これキーパーさんの方多分入ってんだね、普通に。これやばすぎんかで、ここ、いやー、やばい、マジで美しい、お前こそベッカムだ。いやこれはクルトは閉店失敗でさ、間違いなく。別になんか技術があるわけじゃないし、足がちょっと速いぐらいしかないんだけど、ちゃんとそれでも釣り合うほどリターンを返してくれる、その右足一本で。すげえ !ETE の G のかよ、お前。今のところ得点取れてるの全部鈴木純也のおかげだから、なんなら。まあ、鈴木純也のためにみんな頑張ってるというところはあるんですけどね。はい。いやー、好調だ。ちょっとでもキャリー能力上がってくれたら、こっちからしたらありがたい、この上ないからな。うわー、ダリー、サイドバック用意されたらきちいんだよな。運ぼう。運ぶって大事。ワンパ。スリバ。お前はまだ、鈴木純也を知らない。いけー間違いねえよ。もうシュート打ったら相手ゴールキーパー弾くしかできない。絶対どっかでコーナーキック、もしくはスローイン。これが新しいサッカーのキャリー方法、ボールの。来たか。相手モドリッチ、スルーパス。おりゃーこら、こい、こら、こい、こら、こい、おい、ズリーだろ。お前、純也鈴木を擁しているチームに対してコーナーキックを全力で防ぐとは、なかなかやるじゃねえか。賢い、切れるな。それに最初から気づける人間がいるとは。だが、しかし、問題ない。トッティーに殺し出す。問題あり。おい、前半なんもねえな。鈴木純也のせいで、鈴木純也は楽しいけど、鈴木純也以外のことが全部つまんなくなっちゃった。こいつ、薬物だ。からの、デブライネ渡し、スルーパス純也でしょ。無理か。チャンス、これは来た。おりゃーありがてえよ、決めろよバカ野郎。
お前すげえな、鈴木純也だよ。シュートで相手のゴールキーパー殺して、ゴール前の選手にボールを渡すって思った。最強死でいてあ、シュート絶対決めるまでじゃなくて、ゴールキーパー絶対殺すまんだと。素晴らしい。素晴らしい。決めろおらあれ、あわよくば入るだろ、ガチでよ。もうだって、今までシュート打ったやつさ、もう最初の一歩以外全部ゴールキーパーのなんかその体にぶち当たってない？この殺傷率の高さよ。はじけ！そら、まあ、ベッカーは何に高いっていろいろと。こっち行っちゃおう。1個飛ばし、ベリンガム、スナイデル、ベリンガム、誰パス。で、こっから、来たぜ！鈴木、誰こいつ、お前誰だよ、知らねえ坊主来てんだけど。お前今の距離だったら、ジュニア鈴木だったらアウトスピンキック一発だろうか。てか、アウトスピンキック蹴れてねえな。いやだ、いやだ、いやだ。俺やだ、俺やだ。よし。よし。よし。見えた。ウォーカーを犠牲にする。そうだ、いけー、と決めろ、スタイル。おい、スタイル、お前が詰めたらもう逃げ入ってんだって。前、わあはははは、スライデル、お前なんて、お前。じゃ、ジュニア鈴木のシュートを打つときの難易度下げたいな。本来絶対シュート決めるマンなんだから、ゴールキーパー殺すマンじゃないんだから。ジュニア鈴木はこんなことをするために生まれたわけじゃない。ゴールさせよ、ゴール。動いてるボールを決めさせてけよ、彼に。トッティ出す。メッシ出す。ウォーカー出す。サイドスルーパス、ウォーカー止める出す。助かる出す。運ばせてスルーパー。で、メッシがこうしてこうか。で、トッティが球持って、こっからこうだ。てか、アウトスピン蹴れよ。なんであそこの俺のダメのまっすぐが好きになってる。シゲの頃が乗り移っちゃってる、完全に。よくねえな。男塾みたいになっちゃってるわ。ごめんね。代わりにここでアウトスピンキックでシュート決めさせてあげるから。行くぞ。あ、ちょっとダメか。ある？おー、これ逆サイドいたんじゃない、ワンちゃん。マジで決める自信あるけど、こっち。どう？来たー、ゴール確定。行くぜ、鈴木純也。行きます。はぁ、やれやれ、なんでだよ、なんでそこまで汚染させて決まんねえんだ。お前さ、普通に外してんじゃねえよ。せめて入力ティングだろうが。無理くり三角形になっちゃってる。あー、抜けちゃったよ。あー、お前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 、なんか定期的に決められるのつれえ、マジで。ディフェンスに関してはめっちゃ真面目に頑張ってるのに、本当に普通に決められちゃう。来たね、その時は。リベンジ鈴木純也やっちゃって、これ。帰ろうか、ほんで。鈴木純也！お前が来てくれた戦いだ、俺は！もう、こっからですわ。おりぃおぉお前、緑は死んだろうか、シュートレンジコート全体じゃん。間違いねえで、コーナーキックでしょ、決めろ。あー、ごめん、誰か決めて、いけらず、鈴木純也制度は正解一。スルーパー、落とし立てだ。デブルーネこっち来てんのか。じゃあ最後行こう。一旦スナイデロさせてもらいまして、いいね、フレームつけとく一旦。オッケー、コーナーでかいぜ。これはもうフリーキックの道具と捉えていいからな、マジで。同じような感じでパッと蹴る。パッ、あるあるある、ハマれ。おりゃー、なんで入んねえんだ、そこまで行って。オンブに抱くことはまさにこのことだよ。デビューがあの、ちょっとポンって押し上げるとき入るんだから。攻めすぎた、お前が決めないから。あー、悔しい。縦一発きつそう。二冠戦パスコースか。あー、ダメだー、いい人の攻め方わかる。鈴木純也でのシュートの打ち方しかわかんねえ。前からプレスや、全プレ全プレ全プレ。おい、立てません。これ決めればいいんだろ、結局。全てを制させる。くらえ！オレーション！オレーション！
ガキじゃほんとごめん。俺もお前らしかテントの方わかんねえ。うわあ、なんなんだよこのゲーム、わかんねえよ。おいれお前らさ、いや俺は鈴木純也でシュートを打とうとしょるからうまいこと言ってないだけで本気出したら勝てるのに、見たやつならやめろ雑魚がよ。いっぺん映りたなかったら買ってみろよ。いいね、アウトスピーキー無理だ。だからペナルティーエリア入ったらマウントみたいな感じでシゲのゴールが暴れちゃ俺だから、だからコーナーキック、もうこれ赤い系やっとて、赤い系にそのぐらいの期待値あるから、いくよ、入った、はぁ、曲がりすぎた、くそ。早めにパネパスをバンバンぶち込んでカウンターさ、それがテンハウのサッカーや言うとるばい。で、ジュニア鈴木ワンツーだ、もらったもらったぞ、ガチで。いや、まっすぐ行って。ここだー、おお前らよう触んな、マジでよ。よし、よし。ほんでじゃ。来た。いるっしょ。いける、あー、じゃったわやれよ、なんで左でも忘れるよ、このバカは。もうやだ、マジで。俺実況だ、俺実況俺やるから、プレイだけ誰かにやってほしい、マジで。バイト募集します。もうなんかおじいちゃんだったら介護が必要なのと一緒。ワンツー、もう一丁いけない、もう一丁いけないか。踊り、ナイス、シュート打って進んでシュート打つどういう、ほぼ野球じゃねえか、マジで。踊り、ナイス、僕はデブライネ経由で、ドリル、うわたまやありがとう、球場結果、伊藤浩司、鈴木以上。